さん、ご苦労様です。三律会反対同盟です。今年7月で50周年を迎えました。そしてこの50周年の年に紀藤さんの農地裁判におきまして、それを10月25日最高裁判所は我々の上告を棄却し、棄却するという、もう本当に許し難い判決を下しました。ということは裁判所が、紀藤さんの農地を強制収容すると、そういうとんでもない、事態に、入ったということです。この後紀藤さんにも発言をいただきますけれども、まあ、同時に成田空港問題におきましては新たな、攻撃として第三滑走路建設の計画が持ち上がり、さらに空港の24時間化という、本当に許し難い攻撃がかけられています。現在芝山町を中心に対象地となる地域において説明会が次々と開催され、これをもって、行政そして空港会社国はもう説明は済んだ、もう計画を推進する、そういうふうに持っていこうとしています。しかし地域住民はこの間の我々の第三滑走路粉砕の宣伝活動の中でこの計画の明らかになった段階におきまして説明会において怒りの声が続々と上げております。我々を4時間しか寝かせないつもりかと、健康被害が起こるのは明らかであり、住民虫も甚だしい。50年経っても国が空港会社がやることは全く変わっていない。絶対風車があるのみだ。有志がそれぞれ各部落で、反対運動を組織しています。これを我々がこの下支えして共にこの成田空港を廃校まで追い込む、そういう戦いを今後展開していきたいと思います。さらに国会において許せないことは TPP が批准する方向に向かって進んでいることであります。しかしまだ国会は通ったわけではありません。さらに、日本だけがこの TPP を批准しても、他の全ての国が批准しなければこの TPP は発効しないと言われております。まだまだ諦めてはいけません。日本の農業を潰し、さらに日本社会全体のこの今の在り方をひっくり返して、もう本当地獄のような社会に、持っていく、この TPP を絶対に粉砕しなければなりません。問題は農民だけではありません。本当に問題なのは労働者の皆さんであり、全ての社会の問題です。 TPP 粉砕へ共に立ち上がろうではありませんか。さらに、私はこの度、国際共同行動としてソウルに行きたいと思っています。家族民主労働との連帯をさらにがっちりと打ち固め、現地で韓国の戦いをこの目でしっかりと見て、そして三律会においても激しい戦いを今後とも戦いを巻き起こしていきたいと思っています。全ての皆さん、再び三律会に集ってください。紀藤さんの農地を体を張って守り抜こうではありませんか。最高裁が憲法を無視し、農地法も無視する、こんな無法なことをやってくるというのであれば、我々は体を張ってこれを阻止する権利があります。最高裁こそ無法者である。正義は我々にあります。空港粉砕へ共に立ち上がりましょう。労働者と農民の連帯を共に勝ち取っていきましょう。よろしくお願いします。皆さん、紀藤孝雄です。5万人署名の際は皆さんにご協力ありがとうございました。最高裁判決出ました。しかしこれで終わったのではないし、負けたわけでもありません。
これからが本当の勝負と考えています。その皆さんとの団結を強くしてですね、この農地問題必ず勝利するまで戦いたいと思います。どうか皆さんよろしくお願いします。ありがとうございました。続きまして、星野さんを取り戻そう全国最新連絡会議